この空。ねえ、ここ最近ひどい目に遭わされてばっかなんですけど。私はアークウィザードとしてモンスターを倒しただけなので悪くないです。私もクルセイダーとしてモンスターのおとりになっただけなので悪くないはずだ。お前らちょっとは反省しろ。昨日はダクネスとアクアがゴブリンの群れにたかられてる間に本物のコウマ族エリートたちがなぎ払ってくれたから助かったが、ここ最近強いモンスターが多い気がする。ん？確かに受けたまわりました。それではバニルさん、あとはお任せくださいね。うん、任せたぞ、息をくれを焦る受付娘よ。では行こうか、息をくれ天使よ。バニルさんの首に賞金かけてもいいんですよ。それなら私がバニルさんを買ってその賞金をもらいますね。おっと、これは大変微妙なる悪感情、ゴチである。ん？よう、バニル、お前が冒険者ギルドにいるなんて珍しいな。うん、実は新たな商品開発のため簡単な素材集めクエストを依頼したのだ。どうだ小僧、貴様が依頼を受けていくか？いやだよ、大悪魔のお前が出す依頼って時点で絶対ろくでもないじゃん。確かに、とんでもない強敵を勝ってこいと言われかねませんね。まあ私はそれでも構いませんが。ドラゴンを倒してこいと言われかねないな。もちろん私も構わないが。そんな依頼を貴様らひよっこに任せられんわ。ま、本来であれば我が輩自ら素材集めに行ってもいいのだが。バニルさんが本気でモンスター討伐を始めると辺りの生態系が変わるのでダメです。ここは駆け出し冒険者育成の町なので。と、このようなことを言われてな。おかげでモンスターを駆除して小銭を稼ぐこともできんのだ。どうします？依頼を受けない場合、どうせ今日も一日ギルドで遊んでいるだけですし、引き受けますか？私は別に構わないぞ。そこで飲んだくれているベテランたちよりよほど健全だ。本当に簡単な依頼なら。いやよ。女神である私がどうして悪魔のお願い聞かなきゃいけないのよ。ねえお姉さん、このヘンテコ仮面は悪魔なのにどうして野放しにしているの？悪魔からの依頼を受けるって冒険者ギルドはそれでいいの？今目をそらしたわね。私ギルド職員は公務員だって知ってるんだからね。偉い人にこの町では悪魔が野放しにされてますって手紙を送ってやるから。ねえ、予算か脅迫女め。これは美味しい部類の依頼なのだ。貴様に頼まずとも誰かが受けるわ。何よ、美味しい依頼って。依頼内容だけ教えなさいな。魔道具の素材に比較的弱めのモンスターの一撃ウサギの角が必要なんです。お値段1本このくらいで、あればあるだけ買い取ります。悪くないわね。あい！いいじゃないかカズマ、一撃ウサギぐらいであれば私なら素手で倒せる。それならさすがに攻撃も当たるし、私の硬さなら角の一撃も怖くない。それに角が必要ということはお肉はもらっても構いませんよね。ジャイアントトードほどではありませんが、一撃ウサギも美味しいらしいですよ。二重の意味で美味しい依頼じゃない。これは受ける以外の答えはないわね。あ、これはダメなやつだ。美味しい依頼があると聞いて、私たちもかませてもらうね。ここに来てさらに不安要素が。それならクリスも一緒に来ないか？私の高い幸運がこれ絶対言っちゃダメって訴えてるから遠慮しとくよ。奇遇だなクリス、
俺も嫌な予感しかしないんだ。ここはみんなに任せとこうぜ。このスマ、俺は留守番してるって言ったのに。今回は大丈夫よ。仏の顔も三度までって言葉を知らないの？女神の私が三度も似たような目に遭わされるだなんて、世界の法則的に許されないわ。お前こそ二度あることは三度あるって言葉を知らないのかよ。二人とも油断は禁物ですよ。一撃ウサギは可愛い顔して肉食ですからね。昔ウサギたちが仕留めた狼に群がっているのを見たときはトラウマになりそうでした。ふむ、絶対やめろよ。ま、私はまだ何も言っていないだろう。あ、ねえ、早速見つけたよ。あそこにウサギの群れがいる。はっは、早い者勝ちだ。ずるいわよ、倒したウサギは山分けだからね。そろそろ角も持ちきれないし、今日はこんなもんでいいんじゃないか。そうね、これだけあれば一月はゴロゴロできるわ。帰ってシュワシュワ飲みましょうか。それなら帰る前に日課の爆裂魔法を打ってもいいですか。さっきからうずうずが止まらないのですが。めぐみ、森を出るまでは我慢しろ。森の木々を傷つけるとまた狩人協会から怒られるぞ。また怒られるってどういうことだよ。ナリン、こいつらの会話を聞いてるとうちのパーティーがまともに思えてこないか。しー、私もそう思うけど聞こえたら絡まれるわよ。聞こえてるぞ。そろそろ森の外ですね。もちろん私が一番乗りです。森で走ると転ぶぞ、めぐみ。え、よっしゃ、ほーらー。なんだよー、うそうそー。こよしょぼ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、ここのところ強いモンスターが多数見られることから、アクセルの町周辺の調査を行います。高レベル冒険者以外の方はしばらく活動の自粛をお勧めします。一撃必殺ウサギに蹴散らされた俺たちは森の一部を犠牲にして辛くも撃退に成功したのだが、高レベル冒険者の私たちには関係のない話ですね。カズマ、モンスターの討伐に行きましょう。いやだよ、この中だと俺が一番レベル低いんだぞ。お姉さんの話聞いてなかったのかよ。強いモンスターがいっぱいだって言ってただろ。だからこそ行くんじゃないですか。狩人協会に払った罰金のおかげであまりお金もないのでしょ。そう、俺たちは森の一部を吹き飛ばしたということで罰金を払う羽目になったのだが、ぶっちゃけバニルからの報酬より罰金の方が高かった。おかげで私もメグミンに賛成よ。このままだと私たちの主食がもやしになるわ。私はアクアの作るもやし料理は嫌いじゃないが、お嬢様のダクネスにとってはもやし料理が珍しいのかもしれませんが、毎日だとさすがに飽きます。ほら、カズマも行きましょうよ。俺は普段から貧弱なもやし男だの、もやしニートだの言われてるから、もやしが主食でも構わない。危ない目に遭うくらいならもやし生活の方がマシだ。今日はいつになく頑固ですね。わがまま言ってないで行きますよ。ん？なんです？この手は。あ、アクア、ダクネス、助けてください。この男、ドレインタッチで魔力を吸い取るつもりです。落ち着けカズマ。それならアクセルの町周辺でカエルを狩るだけならいいだろう。
カエルは俺たちの天敵じゃないか。一番戦ったらダメなやつだろ。世界広しといえど、ジャイアントトードに負け続けるパーティーは私たちぐらいのものですよ。そろそろ克服しませんか。もうすでにオチは読めたわ。今日もメグミンが爆裂して私がヌルヌルにされて、ダクネスがアクアだけずるいぞってわめいて、予想外のことが起きてカズマさんが泣きながら怒るのね。よくわかってるじゃないか。私を花火みたいに言わないでもらおうか。まあ確かにそんな感じになる気はしますが。だがそれでも収入は得られる。ギルドの調査が終わるまではカエル狩りだな。今日こそは念願のヌルヌルプレイを。今プレイって言っただろ。言ってにゃい。ヌルヌル、どういうことだ。カエルがいなくてはヌルヌルプレイがお預けではないか。お前とうとう隠しもしなくなったな。っていうか他の冒険者も安全な町の近くでカエルを狩ろうって考えたんだろ。どうします、もっと町から離れて探してみますか。それだと強いモンスターが現れても町に逃げ込めないからな。いつもみたいにメグミンが魔法を打ってくれれば音に驚いて飛び出てくると思うの。ですがそれだとカエルがたくさん出てきた場合に困りませんか。いや、爆裂魔法ではカエル肉も消し飛んでしまうからな。それだと討伐報酬しかもらえなくなるし、ここは私とカズマでカエルを倒そう。つまり俺一人で倒すってことか。おいカズマ、さすがの私でもあの巨大なカエルなら多分当たると思うぞ。そこはちゃんと当たると言え。では行きます、エクスプローション。早速出たぞ。他のカエルが出てくる前に速攻で倒すぞ。よし、カエルの引き付けは任せておけ。でこい。うわー、いつもいつもこのカエルはどうしておとりスキルを無視して私に来るの。ねえカズマ、カエルが出てくるペースが早いわ。覚悟はしてたつもりだったけど、やっぱりカエルに飲まれるのは100。ちょっと待ってください、今はダメです。誰か私を担いで逃げ。ヒュゴ、よし、ちゃんとおとり二人に食いついた。ダクネス、カエルが動けなくなった今のうちにさっさと倒すぞ。私の自慢のおとりスキルはどうしてカエルにだけ効かないのだ。おい、3匹目が出たぞ。ダクネス、なんとか気を引いてくれ。その間に俺が後ろから。だから俺は燃やし生活でいいって言ったんだ。またこんなんだよ、チクシー。このスバ冒険の